こちらは、部屋の気温29度、湿度は 68% くらいです。ちょっと涼しくはないですけど、昨日よりは涼しくなりました。はい、熱中症対策や今の台風とか風が大雨のにはお気をつけください。はいはい、今日のお題は最近腹が立ったことだったかな。はい、今回のこのお題はプレゼント企画の時のいただいたお題です。はい、最近腹が立ったこと。はい、G は腹が立つとか怒るということがほとんどないので、ありません。前は、そうですね、腹が立つとかっていうことはもちろんありました。でも今はなんか腹が立つってなんか忘れてしまうっていうか、なんかあまり気にならない。その次はTwitter での名前はチーアット空気のような存在です。なんかこの本当に透明になってて、これなんかあってもスルッと抜けていく感じです。例えばなんかすごい言われても、こう言われたものをスルッと抜けるか、わかりづらい。はい、そんな感じなので、一瞬うっとあっとかって思いますけど、一瞬あっとか思いますけど、それでなんか終わっていくっていうか、はい。毎日薬塗りを少しずつ続けて、強くなる実験です。はい、では始めます。ちょっとスカート、ワンピースなので、アカーンっていうスタンプ、結構出るんじゃないかなと思います。はい、では行きます。指一本から。
です。